Bonjour! オンライン法則学校、Ensemble en français 講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。この缶詰、随分前にフランスで買ったんですが、賞味期限はどこに書いてるかな？あ、ありました。23/1/21と書いてあります。あ、そうだ。今日はちょっとクイズです。この缶詰の賞味期限はいつまででしょうか？答えは2021年。1月23日です。ああ、もう賞味期限は過ぎちゃっています。残念。フランス語で日付は日、月、年の順番でいますよ。せっかくですので、この日付のフランス語での言い方を一緒に練習しておきましょう。Le 23 janvier 2021. 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 日本とまるっきり逆なので日付を見るとき注意しましょうね。ぜひご自身の誕生日をフランス語で言って練習してくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt! あー、でもこれ、日本の日付で見たら、2023年まで。だから、食べてみようかな。ダメかな。